2016年の J プロツアー第15戦となる維新山口クリテリウムが県道203号厳島葉山田線パークロードから山口市役所の特設周回コースで開催されました。前日の半長門タイムトライアルとは打って変わって雨模様の中でのレースとなりましたが、選手たちの熱い走りに期待したいところです。午前中には2組に分かれての予選が行われ、出走人数の関係で全選手が午後の決勝に勝ち上がりました。午後の決勝レースに向けて選手たちのウォーミングアップも熱が入ります。まあ、予選は走れば上がる人数だったんで、まあ、無理をせず走ったんですけど、やっぱ2組目、僕2組目で雨が結構降ってきて、やっぱ結構クリテリウム短い距離でコーナーがあるクリテリウムで雨が降ったらすごい危ない状況で、まあ、落車も 2,3 回あって、まあ、僕は巻き込まれずに済んだんで、まあ良かったなと思ってるんですけど、はい。まあ、昨日もあの短いタイムトライアル悪くはなかったので、まあ頑張りたいですね、決勝も。でもちょっと雨が今降ってきてだいぶ強くなる予報なので、やっぱ 前にいないといけない展開かなという思ってます。まあそうですね、あのなるべく上位にチームから3人入れるように、まあ、僕もあの最後まで踏んで行きたいと思います。そうですね、昨日も、まあ、1.5 キロと短かったので、まあ、疲れもないですし、まあ、チーム全体通して、まあ、コンディションはいいと思います。そうですね、やっぱり結構雨も降ってますし、危ない箇所も多いので、まあ、でも攻めないと勝てないので、まあ、その辺はまあ攻めていきたいというふうに思ってます。そうですね、門入って出るまでの国道出るまでの区間がまあ、ゴムが敷いてあったり白線があったりと結構滑るリスクがすごい高いので、まあ、そこで気をつけつつ、そこで、まあ、チームとして全開で上げていかないといけないなというふうに思ってます。まあ、そうですね、もう優勝しかないと思ってますんで、チーム一丸となって頑張ります。それもラストがおりませんでした。ギルさん、ギルさん、ナスさん。コース上を厚い雲が覆い始める中、決勝レースがスタート。各チームともに主導権を握ろうと激しいアタック合戦が繰り広げられます。しばらくするとチームランキングトップの宇都宮ブリッツェン勢が集団の先頭に立ってコントロールを開始。ペースを上げたところで集団は縦に長く伸びる展開となります。宇都宮ブリッツェン勢のコントロールにチーム右京勢が応戦。これによってさらにペースが上がり、後方集団ではついていけずにちぎれていく選手が続出し始めます。強く降り続ける雨でコースがスリッピーになった影響もあり、レースもまだまだ序盤の6周回目の段階で集団は大きく2つに分断される展開となります。
そんな中、先頭集団は宇都宮ブリッツェンが中心となってさらにペースを上げていく展開が続き、チーム右京とマトリックスパータグの選手たちが食らいついていく一方、後方集団からこぼれた選手たちが次々とタイムアウトとなってリタイアしていきます。VC 福岡サイクルフリーダム桐野選手がアタックを仕掛けてスプリントポイントを獲得しますが、すぐに宇都宮ブリッツェン勢が吸収します。宇都宮ブリッツェン勢のペースアップでレースも3分の1となる10周回目という段階で先頭は14名にまで絞られる展開に。なおも宇都宮ブリッツェン勢がペースを上げる展開が続きます。前方集団でなおもペースを上げる宇都宮ブリッツェン勢に対し、チーム右京畑中選手、住吉選手、マトリックスパータグ金子選手、プセビセンテ選手らはなんとか食らいついていきますが、こらえきれずに数名の選手がこぼれていき、19周回目に入る頃には先頭は12名にまで絞られる展開となります。12名にまで絞られた先頭集団では、5名の選手を残す宇都宮ブリッツェン勢が主導権を握り、ペースを落とさずにレースを展開。後方集団もなんとか踏みとどまろうとしますが、ついにタイムアウトとなり、コース上には12名の選手が残されるのみとなります。レースも残り10周回を切ると、先頭集団の人数はさらに絞られ8名に。5名を残す宇都宮ブリッツェンが2名のチーム右京、ホセビセンテ選手のみが残るマトリックスパータグに対して俄然有利な状態となります。
レースも終盤に入ると遠くで雷鳴が響き、コース上にも閃光が走る状況に。この状況を受け、残り6周回の段階でレースが2周回短縮され、レースは残り3周回となります。残り3周回となったレースは、人数に勝る宇都宮ブリッツェン勢が波状攻撃を仕掛けていく展開が続き、ライバルチーム勢の足が少しずつ削れていくこととなります。さらに雨足が強くなる中、レースは最終周回に突入。チーム右京畑中選手がなんとか状況を打開しようと決死のアタックを仕掛けますが、依然として宇都宮ブリッツェン有利のままレースが進んでいきます。そして勝負はゴールスプリントへ。スタートからレースを完全に支配し、最終局面まで最多の人数を残し続けた宇都宮ブリッツェンの大久保選手がゴールスプリントを制して優勝。2位に鈴木譲選手が入り、宇都宮ブリッツェンが豪雨のレースで見事にワンツーフィニッシュを達成しました。なお個人ランキングはこのレースで3位に入ったマトリックスパワータグのホセビセンテ選手がキープしています。まあそうですね、まあ勝ててよかったという感じですけど、まあ本当にチームのみんなもコンディションもいいので、まあその辺も収穫だったのかなというふうに思います。まあ僕自身は本当に途中まで試させてもらってたので、まあ最後スプリントしただけっていう感じなので、本当にチームメイトの働きに感謝したいと思います。まあ正直周回減った時はまあラッキーと思いましたけど、まあでもあんまり変わらないので、まあ、しっかり勝つことができて本当にほっとしました、ね。はい、そうですね、あの渡良瀬 TT もあのチームの増田選手、阿部隆選手などが得意なので、まあ、そこでもしっかり優勝を狙っていきます。